ありがとうございます。41番のお客様、42番のお客様。
はい、今日はですね、令和5年4月3日ね、13時42分回ったところでございます。あ、夜勤明けでね、今日も夜勤なんだけど、今日からね、北斗、あのね、スマスロの北斗が解禁4月3日なんでね、いうことで、近所のパッチ屋もね、解禁やったんで、4台入ってたからね、うん。なんで抽選受けたのよ。4台しかないのよ。うん。番号40番、座れるわけねえだろ。うん。まあ、何言ってもダメだわ。はあ、まあ、トータルね、外市1万2000で、回収、6500円か。1万円近くね、550枚出したけどね、マックスでね。もう何やってもダメだわ。ジャグレンしないわ。引きが悪いね。ということでね、4月のね、始まりましたけどね、軽症いっぱい、ね、5500円スタートということでね。もう酒飲んで寝ます、今日も夜勤なんで。明日はまたね、4月4日から、導入の店もあるんでね、まあ、そっちも行ってみたりね、してみようかなと思ってますけどね。ジャグラーなんて思んないからね。ジャグラー簡単すぎて思んないから。ジャグラー簡単やから。思んないからね。スマスロの北斗を打ちたいんだけどね。今日はあんま出てなかったね。うん、4台あるうち1台しか出てなかった。あ、ダメだな。やばいね。はい、出した。ジャグラー簡単やわ。ジャグラー簡単すぎ。ジャグラー簡単。